麦わら菊は菊科麦わら菊属に属するオーストラリア原産の植物である。現地では常緑小低木であるが寒さと高温多湿にやや弱く、日本では反対完成一年層として扱われている。別名、帝王海在庫、ただし海在ク、アモビウムアロテムは別属である。ヘリクリサムとはラテン語で太陽の黄金の意味で花に、 独特の金属光沢があることによる。草丈は1メートルくらいになるが、50センチメートルくらいの Y 生種もある。茎は硬く、葉は細長く潰すとスパイスのような香りがある。花は秋巻きでは5月から6月に、春巻きでは7月から8月にかけて咲き、丹性で、家計は3から5センチメートルある。 他の菊花植物と同じ登場箇所であるが花びらのように見える部分は絶上下ではなく双方辺といい魚の鱗のようである。種まきは東京より暖かい地方では秋の彼岸頃に巻き霜よけをして越冬させ春に咲かせる。それより寒い地方ではソメイヨシノが散ってから種まきする。種は比較的細かいがよく発芽する。育病箱や苗床に巻き 種が見え隠れする程度に複度する。日当たりが良く、特に排水の良い土を好む。ドライフラワー用の花として最も有名である。切り花特に仏花としても用いられる。ありがとうございます。